皆さんこんにちは、千葉ドール工房です。今回はですね、久しぶりにスチームパンクのこういったね、いろんなアイテムのついたベルトを紹介していこうと思います。それでは始めていきましょう。それではまず一つ一つ見ていこうと思います。こちらカーボイ風のベルトになってますね。で、こちら MDD 用となっております。で、銃もつきますね。で、こちらなんですけど、ゴーカバーの二段構えになってまして、上は腰で留めるベルトですね。で、下は太ももで留めるベルトになっております。で、カーボイですので、こういう投げ紐とか、投げ縄ですね。で、もう一つこうね、なんかドル札が入ってそうな袋みたいなチャームがつきますね。続けてこちら2種類は時計をイメージしたものですね。こんな懐中時計がついてるんですけれども、その他にですね、こう時計を巻く、あれですね、昔の時計って巻き時計なんですけど、こういう鍵みたいのがついてます。着脱可能ですね。で、鍵がね、こちらにも。まあ、こちら普通の鍵ですね。で、こっちのね、鍵束はちょっとね、洒落た形になってますね。で、こちらのベルトはちょっと複雑な形になってますね。こちら普通のベルトですので、このあたりのね、ものを動かしたりとか抜いて、順番を変えたりとかも可能です。こちらもね、こっから先は普通のベルトですので、同じように順番変えることができます。で、こちらはベルトがね、止まってますので、このベルトを外していただければ、中に物が入れられますね。こんな感じで物が入れられる仕様になっております。で、こちらですね。こちら大きい懐中時計もついてますね。で、こうね、鎖で止まってますので、なくしたりしないようになってますね。一応この鎖も、ここにカニカンがついてまして、外すことは可能です。こちら、一点物のベルト2種類ですね。で、こちらなんですけど、3連ポーチになってますね。ちょっと可愛いですよね。で、こちらにもちょっとね、変わった装飾がついてたりします。で、このあたりの鍵とか一緒ですね。で、こちらのね、時計もついてます。時計の上もね、ちょっと変わった感じに、歯車を配置してます。で、こっちなんですけど、こちらね、試験管をたくさんついたポーチみたいになってますね。で、こちらね、物を吊り下げたりできるナース管になってます。で、こちらにも鍵がついてたりとか、これはね、結構面白い形の鎖のついたね、モニュメントになりますね。で、こちらなんですけど、先ほどの紹介したこっちにもついてるのと一緒で、これね、外したりすることも可能ですし、ここを外してね、違う色のビーズを入れたりもできますね。で、こちらの2本は、まあ、ワンホフ品なので、動画の中では装着例とかやんないんですけど、動画の最後にね、スライドショーを流しますので、そこでね、写真は載せようと思いますので、もしよろしければ最後まで見ていただければ嬉しいです。こちら実際に MDD にガンベルトを装着したところですね、2段式のガンベルトになっております。じゃあちょっとね、こちらが MDD 持ち足で、こちらが普通の MDD ですね。MDD 持ち足と MDD って結構足の太さが違うんですけど、ベルトでね、調整しますので、どっちのドールでも装着可能ですね。じゃあちょっと見ていきましょうか。まずこちらにね、まあ装飾がありまして、この鎖で拳銃がどっか行っちゃわないようになってますね。で、このあたりにも歯車があるんですけど、一応銃弾のね、ちょっと、チャームがあるんですよね。ちっちゃくて見えづらいかもしれないんですけど、そういった装飾もついてます。で、こちらね、カーボイなので、投げ縄みたいのもついてますね。で、現金輸送のあの袋もありますね。まあ、こちらですと、ちょっとスカートの丈が長いんで、半端になっちゃってるんですけど、つけるんだったらスカートはね、もうちょっとミニスカートの方がいいですね。で、こちらは MDD ですね。MDD の場合、ベルトってかなり余っちゃうと思うんですけど、ちゃんとね、ベルトが、こう尻尾の部分がね、変な場所行かないように、こうね、支えがついてますね。で、まあ、他ね、一緒ですね。で、こちらのベルトの部分も尻尾はね、どっか行っちゃわないように、こういったもので、ちゃんとね、支えになってますね。ギミックにつきましても、ちょっと説明していきます。こちらなんですけど、投げ縄ですね。で、投げ縄こちら、まあ、投げ縄をね、こう、引っ掛ける方は、釣り針みたいになってまして、こちら、基部の方には、ナス管がついてて、取り外しも可能ですね。で、ここ巻いてると思うんですけど、こう、ホックを外していただけると展開できますね。で、展開したらドールのね、手とかに持たせてあげて、ちょっとカッコつけたりすることもできますね。こんな感じで展開できます。ホルスターの方は、まあ普通にね、拳銃が入ってます。ここね、拳銃が入ってますね。で、
こちらなんですけど、拳銃のねところにこの鎖がついててなくならないようにはなってるんですけど、こちらのナス管がありますので、これを外してあげればこれをね鎖を外すことも可能ですね。こちらね、ひっつき虫で銃を持ってもらったとこですね。で、ここなんですけど、この基部がですね、こう半円形になってるんですよね。かまぼこみたいな形になってますので、こう足を伸ばした時はこんな感じで、ここをね動かすことができますので、ある程度この太ももを曲げてもちゃんとねこの部分が変な風にしならないような構造になってますね。続けて試験管と懐中時計のベルトですね。こちら MDD で DD ダイナマイト、そしてオビツ50に対応してますね。各ドールでつけるとこんな感じになりますね。まあね、ドールの大きさによって腰の太さが変わるんですけれども、ベルトで装着しますので、いろいろなドールに装着することが可能です。もちろんこの部分なんですけど、ベルトに通してるだけですので、一度外してあげて順番を入れ替えたりもできますね。そうすることによってこのね鎖をこう広げた感じとかにもすることができます。前日の通り懐中時計が外れますので、こんな感じで、ね、手で持たせても可愛いですね。こちらポーチのついたベルトのタイプですね。 DD ダイナマイトですとこんな感じになりますね。こちらアイテムが多いので、結構ね裏側にまでいろんなアイテムが行くような感じになりますね。こちら MDD ですね。特にこちらのベルトはこの部分がね膨らんで、鍵束がね並んでるような感じなので結構可愛いですよね。こちらなんですけど、ちょっと在庫が2本しかないので、オビツ50はね後で作例はスライドショーに載せようと思いますので、もしよろしければね見ていただければと思います。以上、今回は様々なスチームパンクタイプのベルトの紹介でした。この後作例写真もありますので、もしよろしければ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではまた。